神武湯神武湯は漢方法罪の中でも下痢症や腹痛などに処方される漢方薬。出典は召漢論。漢時代の召漢論という書物でも紹介される漢章。巨章に適した代表的な法罪。元来は玄武湯と呼ばれていたものの、僧の皇帝の名と重複することから神武湯と解消された。玄武は中国の神話に登場する詩人の一つで、 北方の守護神である。詩人の真珠とは、清流、白虎、祖削、玄武である。主役である武士が黒色であることから、玄武湯と呼ばれるようになった。巨匠、干渉、湿症などに効果がある。すなわち、体を温め、水分の循環を、抑止体全体の機能を高める働きがある。また、鎮痛効果も持ち合わせる。冷え症で、痩せ型のものや、 虚弱体質、体力が低下し、腹痛、下痢などを起こしやすい体質に向く処方である。冷え症、めまい、下痢、消化不良、慢性腸炎、風邪などに効果がある。干渉向けの方材ゆえ、一般に体力が充実し、のぼせがあり、暑がりである人には近畿。体質によって、服用時のムカつき、食欲不振、動悸やのぼせ、舌のしびれなどが見られる。 武士は、のぼせ傾向の人には適せず、のぼせ、痺れ感が出る場合には、服用を中止する。実症、熱症には禁忌。高齢者は、生理機能の低下のため減量。症には、武士含有のため注意。妊産婦は、武士の副作用が出現しやすく投与を控える。武士を含む、他の包剤との飲み合わせには、注意が必要。1ヶ月以上服用しても症状が良くならない場合は、 医師に相談、食前もしくは食感に服用、ありがとうございます。